ブ・ウィリアムス、マイク・ロトンドの一戦からご覧をいただいてまいりましょう。これまでのチャンピオンカーニバル A ブロック、B ブロック、大阪大会まで終了時点での勝ち点をお伝えをしてまいりましょう。 A ブロック、川田俊明は残念ながら、不戦敗という結果になってしまいました。勝ち点が嵐を破って2の2点だけということになりましたね。小島聡は4点、永井光也は5点、安城洋次は1点、嵐は2点、マイク・バートン2点、ジム・スティールが2点です。一方 B ブロックは天竜源一郎が4点、武藤圭司4点、太陽ケアは5点、荒谷信孝は0点、スティーブ・ウィリアムスは2点、マイク・ロトンドは1点、そしてジョージ・ハインズは2点ということになっています。さあ満員の石川県産業展示館のリング上、スティーブ・ウィリアムスが入ってまいりました。前方に構えるはマイク・ロトンド、バーシティクラブの両雄がこれから公式リング戦 B ブロックで激突するわけであります。この一戦を早速お伝えをしてまいりましょう。今日もポーズを決めますドクタースティーブ・ウィリアムスであります。赤コーナーからの登場であります。チャンピオンカーニバル B ブロック30分日本ショートプレイです。青コーナー250パンダマイク・ロトンド、褐色の体育会はマイク・ロトンド。赤コーナー280パンダスティーブ・ウィリアムス、殺人騎士スティーブ・ウィリアムス。ゴング鳴ってスタートいたしました。この一戦を早速実況でお伝えをしてまいります。こちら放送席をご紹介いたしましょう。週刊ゴング企画部長の清水勉さんにお願いをしてまいります。清水さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況アナウンサー私松崎俊夫でお伝えをしてまいります。バーシティクラブの両者がこうやって公式リング戦でぶつかるっていうのは、これもまた清水さん、ね、どういうあたりが見どころでしょうか。これ初対決なんですよ。はい、はい、やはりタッグチーム同士も長年やってきたね、親友同士ですよね、はい、公式戦というかね、リーグ戦になると戦わなくてはならないというね、これは本当に夢の対決ですよね、はい、アメリカを持っていったら本当にアメリカのファンも本当に喜びそうなカードですよね。そうですね。今日はご覧のように花道が設けられております石川県産業展示館です。満員のこの石川大会、さあ B ブロックの公式リング戦30分1本勝負、スティーブ・ウィリアムスが左からヘッドロック、ロープに振られる、肩口から当たってまいりました。そして今度は足を取っていますスティーブ・ウィリアムス。3年連続このチャンピオンカーニバル9回目の出場は、準優勝が2回、優勝はまだありません、このスティーブ・ウィリアムス。スティーブ・ウィリアムスファンの皆さんもそろそろ優勝してもおかしくはないと思うでしょう。うまくここはローリングしておいてカウントが入ってくる。カウントは2カウントです。スティーブ・ウィリアムス、ほうほう叩き合っている、エルボーになった、エルボー合戦になりました。ショートレンジで来るかどうか、ロープを利してラリアットかいくぐっていったかどうか、担ぎ上げてくるが、このエアープレンスピンの体勢作っています。リングの中央で持ってくるくると回っておいて、さあ抑え込みにかかっていった。カウントが入ってきて、カウントは2カウント。スティーブ・ウィリアムスとマイク・ロトンド、やはり清水さん、じわじわとしたレスリングを見せてくれてますね。そうですね、いかにもこうベテラン同士の戦いというような感じがしますね、はい、試合前にウィリアムスに、ちょっと話を聞いてきたんですよ。なんて言ってました。やっぱり、マイクとこう試合できるというのは本当に自分にとってはこれはもう記念になると、はい、言ってましたね。それとですね、はい、この石川県の産業館なんですけども、はい、この体育館覚えてないかいって言うんですよ。90年の7月だったと思うんですけども、はい、前のパートナーのテリー・ゴディがこの会場で、スターハンセンに勝って、三冠チャンピオンになってるんですよ。で、おっ、思いましたね。これはスティーブ・ウィリアムス、マイク・ロトンドを破りました。
勝ち点が4、そしてロトンドは勝ち点1となりました。思い出深い会場で、ここは激闘を飾ったというところでしょうか、清水さん。そうですね、まあ、非常にその自分も思い出深いこの金沢の大会で、ロトンドに勝てたというのは嬉しいんでしょうね。そうですね。平成の生傷男、荒谷信孝、そして天竜源一郎、今コールされました。 WAR 同士の戦いが見られます。チャンピオンカーニバル B ブロック30分一本勝負、間もなく始まります。さあ、紙テープは今どけられて、両選手がレフェリーチェックを受けるところ、あーと荒谷が突っ込んでいきました。今ゴングが出ました。解説は週刊ゴング企画部長の清水勉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日私松崎敏夫です。さあ、荒谷信孝、お突っ込んでいきましたね。まあ、この両者の戦いは98年の1月14日後楽園ホールで、日本 J1 選手権者決定トーナメント決勝戦で天竜と荒谷はぶつかっています。あの時も荒谷は凄まじい熱闘を見せました。ラリアット引っ掛けるような体勢、天竜源一郎、師匠的存在に荒谷が真っ向から挑んでいるわけでありますが、さあどうでしょうか。髪を掴んでいった、出会い頭に突っ込んでいったんですが、逆水平、荒谷信孝に逆水平です。ここはおーっと、投げっぱなしのジャーマン天竜源一郎、荒谷をものすごい表情で見つめています。この天竜源一郎でありますが、円髄、天竜はもう勝負に出ているか。そうですね、抑え込んで2カウント。今このリーグ戦の前に天竜選手に話聞いたらば、はい、このウィリアムスとか、外国人選手よりも、はい、この荒谷選手みたいにがむしゃらに来る失うものが何もない荒谷選手の方が怖いって言ってましたよね。はい、ただもうこの日にこのリーグ戦に入ってですね、状況が変わったみたいで、川田選手が途中欠場したことによって、はい、やっぱり自分がもうなんとか主役を張ってかなくちゃならないというね、三冠戦も控えてましたからね、それも流れてしまったということで、はい、まあ、それを考えるとですね、はい、まあ、流れだというか、武藤選手との戦いにはなったんですけども、やっぱり責任感というんですかね、はい、こんなところでつまずいてられないと、はい、もう全勝でいくというふうにね、このシフトチェンジしましたよね。はい、師匠を本部席に思いっきりぶつけました。その前では急所を蹴り上げた荒谷信孝、さあ天竜が、ここは何か怒り狂う感じ、なおも突っ込んでくる荒谷信孝です。師匠を発奮させておいて、青コーナーに本部席を立てかける、そこに師匠をぶつけてくるのか、天竜源一郎を、ここは渡レフリーがそれを外しました。渡レフリーがぶつかった、天竜とさらには渡レフリーもぶつかってしまいました。今ね、それをどけようとしたんですけども、そこへ突っ込んできましたよね。和田レフリーはリング下です。現在リング内にはレフリーがおりません。師匠をもう一発ぶつけた荒谷信孝、完全にラグにここは切り替えてまいりました。もう一回ぶつけた、今度はバックボーンです。先ほどは額、今度はバックボーン、もうこれは絶対絶命か、天竜源一郎、もし天竜を荒谷が破るようなことがあったら大金星か。しかし天竜が先に起き上がった、後方でもって捉えてくる、さあ、おっと、ここでもって流れ式のパワーゴムで決めてどうか、カウントは2、粘りました。天竜選手には荒谷のミュースタルトをやらせなかったですね。そうですね、そして逆水平合戦になるかどうか、天竜に挑んでくるのは荒谷信孝、思い切りラリアットは相打ちになりました。荒谷もう一発来るか、ラリアット相打ち、ものすごい音が響いています。石川県産業展示館、
片襟すくっておいて、2カウント。3発目は本当半歩踏み込みが低かったですね、天竜選手の方がね。この体勢から天竜ゲージの垂直落下、抑えていってカウント入ってどうか、3カウント、天竜がアレアを破りました。とにかくアレアがラグに出たところでありましたけれども、天竜は勝ち点が6、アレアは0点のままです。チャンピオンカーニバルリーグ戦 A ブロック30分1本勝負を行います。アフォーラ270パンドジムスティール。さあ震える男だ、ジムスティール。アフォーラ270パンドマイクバートン。俺の拳でな誰をも粉砕してしまうか、ウォーリー山口。マイクバートン、レフリーはウォーリー山口氏であります。気合い入った表情、ジムスティール。それに対して吠えて吠えまくっております。マイクバートン、福士さん、なんかちょっと対極的ななんか表情をした両者ですよね。そうですね、なんか、はい、まあ、あのバートンの方が全日本では新しいんですけど、今やランク似てますからね、スティールはなんか変身を2回も3回もしててちょっと成長が止まったというところもありますし。なるほど。でも新生全日本になって、はい、メキメキと頭角を現す。そうですね、はい、まあ、このジムスティール、最初はマスクマンのラクロス、大型マスクマンのラクロスとして全日本マット登場いたしました。そしてその後はゲームのキャラクターでありますウルフ・ホークフィールド、そのようなキャラクターでもやってまいりました。そしてジム・スティール2回目。しかしこのスティールも自慢のこのパワー、肩のあたりにその筋骨隆々の筋肉と血管が浮き出ております。一目見ただけでこの男はとんでもないパワーを持っているのではないかと想像させるに硬くないこの肉体であります。とサイドヘッドロックに対してはベアフックで対抗か、ジムスティール。脇腹にエルボーを打ち込んでロープに振っていく、あーショルダータックル、おっとこれは倒れない、そんなもの効かねえぜと言わんばかりのジムスティール。さあそれに対してバートンロープ、カモンカモンか、ジムスティール。逆に対して逆にバートンがお前が来いと、これ意地ですね菊池さん、はい、どっちが倒れますかね、見ものですねこれ。パーだけだったらそれこそ、ジムスティールでしょうけど、スティールなんですけど、はい、動きのシャープさはバートンですからね。そうですね、またこういった巨漢外人同士がぶつかり合いが、巨漢外人同士のぶつかり合いが見れるのが全日本プロレス、はい、これはもうヘビ級のプロレスの魅力ですね。なんといってもこの全日本プロレスの外人の層の厚さといったらないですからね、はい、まあ馬場の築いてきた財産ですからね、はい、まさにこの外人のパワーが今全日本プロレス内で炸裂しております。このまさに見応えたっぷりのスティールとバートンのシングルマッチ、ここまでの展開を見るだけでも全日本プロレス外人部隊の層の厚さが伺い知れます。2人とも大技らしい大技にまだ出してないんですけど、それでも見せますからね。そうですね、肉体のぶつかり合いだけでここまで見せることのできる、そしてもう一気になんかリングが狭くなった錯覚に陥りますからね、これだけでかいと。コーナーに振ってラリアット串刺し式2発目、3発打ち込んでまいりました。さすがにタフが売り物のバートンも腰から崩れ落ちます。さあローズラインを多用しておりますジムスティール、はい、こうやって大技を一つ出してもスタミナをロスしているとすぐにカバーに入れないという点がありますから、はいはい、
いかに素早くカバーに入れるかというのも重要になってきますよね。そうなんですよね。あのこういう筋肉質の人間っていうのはあの柔らかい人より回復が遅いですからね。そうですよね。まあ昔から俗に言う筋肉マンはスタミナがないという、はいはいはい、その法則が当てはまるような形になってますよね。ツーカウント。しかしまだまあスティールにはターボドロップがありますから、はいはい、温存してますけども、先ほど菊さんがおっしゃったように膝に何かしらのダメージがあったとしたら、はい、ターボドロップリフト技ですからね、はい、踏ん張りが効かないですからね、はい、ましてやこの重いでかいマイク・バートン。バートンもまだ左ストレート振っている気がしますね、はい、さあ素早い動きでコーナーに乗ってフライングクローズライン。おっとこの片指は力が入りすぎたか、一回転してしまいました。さあ果たしてこのスティールの汗は激戦の汗なのか、それとも痛みに対する油汗なのか。このまま勝利の方程式、スティールの勝利の方程式を組むことができるか。コーナーに振る、バートンブーツ顔面直撃、そして突進してきたところ、さあターボドロップだ、ターボドロップだ、ターボドロップ、これはワンであります。ワン、ターボドロップ、ワンはカウント2。やはりちょっと持ち上げづらいような感じが見られましたね。まあ重いバートンだというのもあるんでしょうけど、はい、まあちょっとリズム狂ってますよね、さあ首をかっきるポーズ、満を持して2の登場か。しかしこれだけは食らいたくないマイケル。おしかし腰が上がらない、腰が上がらない。しかしそのハンマーも多少力がないか。あ、やはりリバースで返されてしまった。さあバートンタイムの時間か、獲物を狙っている。さあ飛び込むようなクローズライン。しかしバートンもやはり先ほどのターボドロップダメージが残っているのか、ダムスタミナ消耗してますね。そうですね、まあ、あと菊さん、このチャンピオンカーニバル15分経過ですけども30分しかありませんからね、はいはい、その時間内でいかに勝つか。引き分けが痛すぎますからね、この引き分けは1点ですからね、はい、その引き分け地獄に陥って涙を飲んだ選手がチャンピオンカーニバル数多くいますからね、はいはい、1点差に泣きます、はい、泣いた選手多いですからね、さあバックドロップは2カウント。伏せずしてこの会場のファンもスティールに対して拍手。しかしバートントップロープから何を狙う、おおっとこの巨体のバートンがトップロープからの回転見固め、サンセットクラッチを見せていきました。あっとダイヤモンドカッターか、それともバートンカッターか、一気に攻め込んでまいります。2カウント。これバート今のダイヤモンドカッターですか、はいはい、小島選手が特にしますけど、はいはい、あまり使わないですよね。そうですよね、ただもうあの勝ちペースっていうか自分のペースに入ってますね、バートは。あ、なるほど、はい、あくまでも最後に持っていくための味付け、はいはいはい、さあ来るか。バートンがまさにフィニッシュ宣言、この体勢はまずいぞ。スティール、さあ持ち上がるか、エルボー、腰に対してエルボー、そして止まっていたのはカウンターの DDT。 双方スタミナロスが、スタミナのロスが激しいのか、動きがガクンと鈍りました。あ、出たぞ、ここでゴールデンレフト、ドテッパランにぶち込んでまいった。そして持ち上げるか、と投げ捨てのパワーボム、そしてエビ固め、エビ固め、エビ固め、両足のエビ固め。バートン勝利でありますが、これ菊さん最後はね、はい、ラストライド行こうとしたんでしょうね。そうですね、バートンのフィニッシュゴールド、ラストライド、スティールに対して見舞おうと思ったのですが、まあスタミナのロスと、あとスティールがやっぱ巨大だということが、はい、ちょっと持ち上げきれなかったですね。まあでもすかさずエビに持ってったところはさすがですね。まあ大味ですけど迫力のある試合だったんですね。はい、いささかも衰えず、あらし、そのパッション燃え上がっているぞ、小島聡。
チャンピオンカーニバル公式戦、小島聡 VS 嵐、始まろうとしております。小島聡、ただいま A ブロックで8戦6、点数上ではトップ。そして嵐は川田と永井に敗れてスティールに勝ち、勝ち点2。しかし嵐のチャンカンはまだ終わっていない。しかし長岡厚生会館のお客さんは小島コール、面白くないぞ嵐、表情がふてふてしい。これ菊さん、ちょっと嵐の様子がおかしいですね。これやっぱり面白くないでしょうね、油断早々のやつにコールばっかりって、どうしようねんだと。そしてまあキャリア的にもキャラ的にもまだ嵐選手の方が上ですからね、はいはいはい、でもあのコブはまだ引き込まないんですね。そうですよね、石田ですよ、はい、そしてその左目も多少様子がおかしいですよね。腫れてますよね。しかし何といってもあの天竜源一郎に叩き上げで教え込まれた嵐ですからね、そんじょそこらの怪我じゃギブアップしませんからね。もともと相撲出身者っていうのは左は強いはずなんですよね、ガチンコで鍛えてますから、はい、それは腫れ上がったんですか、かなりのもんですけど、やっぱりそ、ね、それでも欠場はしないですよね、はい、相撲のぶちかまし、まあ、鉄砲柱にガンガンぶつけますからね、はいはい、あれで期待に期待を入れております嵐のこの期待ではありますが、川田のカウンターエルボーはその嵐の期待を見るも無残に膨らませました。そしてその川田が欠場、言ってみれば A ブロックで川田から黒星を奪われたのはこの嵐一人という、嵐にしてみればなんとも面白くない状況だったら、この会場人気高い小島聡を一丁食ってやって留飲を下げたいといったところか、嵐ぶちかましだ、相撲パワーを侮るな。そしてもう一丁、さあ見下ろします、見下ろします、嵐打ちつけます。そしてヘッドロック、それに対してリストを奪い返していきます小島。しかし菊池さん、このまあ今はちょっと冷静になって考えます、はい、嵐選手とまた小島選手の絡みっていうのも新鮮ですよね。新鮮ですよね、これ小島がねまともにパワーでいったら嵐が強いんですよね。あ、そうですね、はいはい、それだけ嵐選手のパワーありますか、はい、キャリアもありますし、素質も十分ですし、ただちょっと今のところ身がつきすぎて重いという感じなんで。そうですね、小島がそこをつけばね勝機ありますよね、はい、でも嵐選手もその体重を生かしたいわゆるフロッグスプラッシュ、はいはい、強烈なエルボー、ガツンという音がこの実況席にも伝わってまいりました。そしてラリアット、おっとラリアットをかわして、こちこちカッターはこれは形が崩れた、今ちょっとタイミングが合わなかったですね、ちょっと小島が当てましたね、しかしそれによってこの嵐のテーピングが外れてしまいましたが、これによって嵐の精神的ダメージがどの程度あるか、おそらくまあラリアットをうまいタイミングでかわしてダイヤモンドカッター狙ったんでしょう、はい、あっと、そしてならばと、もう一丁成長、ダイヤモンドカッター頭部を痛めた嵐にとってはきついきつい一発、耐え固め、ツーカウント。やはり嵐はちょっと動きが落ちましたね、はいはい、今のでバッテリー止めたことで傷が気になってきたようですね。そうですね、負傷、はいはい、すると傷の痛みもありますけども、はい、そういう精神的なその気になり始めると、はい、ペース乱れますからね、はい、さあお客さんの声援を全身に浴びて小島見せるか、エルボー、そして長岡厚生会館に行っちゃうぞ、バカ野郎の声が響き渡っているボードロップ、
ツーカウントは意地でもこの技では取られまいと嵐も必死の思いでポールを跳ね返してまいります。さあしかし嵐一気に蘇生かしてモンスターこの表情だ小島さとし一気にコージーゾーンレッドゾーンに突入か。ドラゴンスクリューでその痛め捨てた足に対して低空ドロップキック。嵐もその巨体を支える膝にはなるべくダメージを食らいたくないところだが2発目のドラゴンスクリュー巨体の嵐にとってはきつすぎる攻撃か。あやはり苦悶の表情。体重が体重ですからね。人一倍効きますからねこういうひねり技はね。しかし嵐にも意地がある。この静まきにはいきません。バックに持ったバックに持った。さあ投げるか投げるか。アウト。待っていたのはカウンターだ。あと初めスリーパーに行こう。さあこの同締めスリーパー小島の目の前にはサードロープがあるが近くて遠いサードロープ手が届きません。嵐これ狙ってましたかね菊池さん。狙ってましたね。はい、このぶつかり合いよりもこういう一瞬の隙がついた。ああしかし先ほどのドラゴンスクリュー連発が功を奏したか思わぬところで同締めスリーパーのこのボディシザースのクラッチがいささか甘くなったのでありましょうか。嵐小島にエスケープのチャンスを与えてしまいました。おっと小島決して軽くはない。小島を軽々とパワーボム。さあ行くかフロッグスプラッシュ。嵐が長岡厚生会館宙を舞うか。パス小島がよく跳ね返しましたよ ね、一気に大ピンチですよ、はい、小島はもうお客さんもそれを察して一気に小島コール、はいはい、でもこれをね跳ね返されると今度は嵐が攻め手がなくなるんですよね。そうですね。でもまあ8割方攻め込まれていた嵐がフロッグスプラッシュ一発で形勢を逆転したかに思えたが小島もなりふり構っていられない。その嵐の額のテーピングに対してパンチ。かなり気にした表情を見せている嵐。ここで小島は先ほど受けたダメージを回復に図りますがあの重い嵐ブロックスプラッシュ一発で根こそぎスタミナを持ってかれたか。ラリアットは相打ち。おっと裏ダイヤモンドカッターリバースダイヤモンド。おーワンダーワンダー嵐の意地がまさにその名前の通り吹き荒れております。何か意を決したようにうなずく嵐。そして小島もその己の右腕に全てをかけるか。自称宇宙一のラリアット倒れません。もう一発。しかし後頭部に対して3発目。その両肩はマットから離れませんでした。最後菊池さん、はい、やはりこのラリアット、まあ、小島執念のラリアットですけど、今日の嵐も良かったですね。良かったですね、はい、いい試合でした。あれ本当に紙一重のタイミングでボール返せなかったですけど、はいはいはい、嵐はあそこで片指を返すまだ余力が残っていたということですからね。そうなんですよね、はい、意地が炸裂大炸裂しました。嵐久しぶりに嵐の意地を見ましたね。はい13分5秒ラリアットからの片指固め小島さとし2点を獲得8戦に点数を伸ばしました。
チャンピオンカーニバル2002メインイベント、雲の森流天流健一郎、ジャイアント馬場のお膝元、新潟県長岡市帰ってまいりました。背中に象徴たるこの竜を背負い、チャンピオンカーニバル公式戦、あの武藤圭司待ちます。お聞きください、この大武藤コール。この武藤のテーマのピアノの旋律が静かに、しかし緊張感を持って会場中に響き渡ります。松天竜のこの表情、果たして天竜健一郎どのような気持ちでこの舞踏のテーマ曲を聴いているのか。しかし天竜のその表情からはいささかの緊張も気負いも感じられません。まさに戦闘態勢は万全だ。いよいよですよ、はい、もうこれは武道館級、東京ドーム級のカードですからね、そしてこの今の日本プロレス界のカードにおいても一級品のものですね、はい、もうベストですよ、さあ今ゴングが鳴りました。もはやなんか今朝チャンピオン冠の公式戦の一戦という気はしないですね。そうですね、もうね、もう2人の因縁もありますし、はい、これからの展望もありますし、はい、でも今日この一瞬ですよね、この勝負はね。あ、ちょっと菊さん、この天竜の表情、はい、どうですか。いいですね、なんか落ち着いてプロレスを楽しもうじゃねえかっていう感じですよね。そうですね、この、はい、もう楽しんでます、ロトンド戦でも見せましたね、はいはい、この前方受け身のこのフェイント、武藤がロープのリバウンドで体をほぐすなら、これはこのような動きを見せてやると言わんばかりの、いきなりイニシアチブを取ってまいりました天竜源一郎。もうこの会場中のお客さん、興奮で興奮で満ち溢れております。ロックアップは武藤がロープに押し込んでブレイク。天竜とは怪我も少ないし、常にいいコンディションで試合に出てくる選手ですね。そうですよね、もうその意味でももうプロの鏡ですよね、今年で52歳、はいはい、考えられない。今でもまたりピターッとしてあの胸までマットにつけますからね、おそらく日本中、いや世界中探しても最強の52歳でなんでしょう。天竜源一郎、逆水平グーパンチ、逆水平グーパンチ、逆水平ロープに振ってラリアットを武藤がかわしてディグドキック、グサリと合わせディグドー、早い仕掛けですね、武藤早いですね、お足腰、あー足腰が重すくない、まあ、武藤には後がないという配信の陣ですからね。そうですね、はい、武藤は開幕戦でウィリアムス、はい、上げてますからね、はい、バックドロップホールドでよもやの初戦黒星発進。しかし天竜にはまだ余裕がありますからね、はい、
しかし武藤は優勝する人間は、まあ、初戦で落とすもんだよと余裕のコメントを残してましたけど、東ジャイアントバーバーもそういうことありましたからね、しかしやはりこの世界一過酷なリーグ戦チャンピオンカーニバル、武藤のコンディション作りにおいてもやはり不安なところがあるでしょうから、はい、もう爆弾を抱えた膝で前線出場ですから、今のはシャイニングウィザードを狙ったんですけど、これ待っていたの今鉄柱じゃないですか、はいはい、これは武藤にとってみればよもやの計算違い、あそこで天竜にかわされて待っていたのは赤いコーナースティールコーナー、思いっきりガラスの膝にひびが入ってしまったか、まあ先ほどあっとっと、あこれは顔面がぶつかったんですかね、一応やますね、お戻りください。武藤の額から流血です。これ武藤刑事の流血というのはここ最近ではちょっとなかったですよね、グレート武藤はよく流血してましたけど、さあ一気に形勢逆転か、まあよもやの早い仕掛け、序盤でのシャイニングウィザード一気に劣勢に立たされたかと思いきや自爆を誘って、あこの机をぶちつけていきます。このような言ってみればラフサップをさらりとやってしまう天竜、はい、さすがですよね。しかし武藤このような苦しみな表情、鈴して無投コールが起こっております。まあ天竜源一郎今 B ブロックで6点、今宵武藤に勝てば8点、片や武藤は4点であります。やはり開幕戦のウィリアムスの黒星が大きく響いているか、ロトンド、そしてハインズには勝利を奪っていますが、天竜は負けなし3連勝。まあ、武藤選手も戦前この試合の前に、まあ、3連勝の天竜に土をつけるよ、まあ、さらりと言ってましたけども、はいはいはい、まあ、土をつけなきゃならんという覚悟でしょうね、土をつけなかったら4点差、土をつければ並ぶわけですからね、しかしこれ苦しい展開になってきましたね、はいはい、まさかこの2人の対決でこのような流血戦になると思う。垂直落下ブレインバスター、2人とも仕掛けは早いですね。早いですね。ここ最近天竜選手はこの垂直落下、はい、フィニッシュに対応してますからね、はい、いやコーナーマットを剥がしにかかります。思いのほかこの天竜源一郎今宵はラフに走っております。やはり天竜にしてみればあの最初のシャイニングウィザード一気に天竜源一郎のハートに火がついたかもしれませんね、はいはいはい、写楽性といったそのような言葉を心の中で入っているのでありましょうか。天竜源一郎、武藤はこの状況スキンヘッドにその鮮血がクモの巣のようにこだまとか外れませんね、おっと厳重に頑丈に結びつけたんですね。思いのほか手間取ってしまいました。結局天竜その白いコーナーマットを外すのを諦めました。そして勝ち上げるのはエルボスマッシュ、そしてテイクドロップキック、武藤も負けてはいません。さあ打ち込んでいく、やはり武藤としては流血のハンディがある分、はい、一気にこうやって末端を攻めてウィークポイントを作りたいですよね。そうですね、特に膝というか誰でも傷がありますか、はい、しかし倒れ込むようなラリアット通過だ。危ない危ない危ない、天竜鬼の形相。さあおそらくドラゴンスクリューかドラゴンスクリューか、しかし天竜も読んでいる。これはクラワンといったばかりにエルボー打ちつけグーパンチ、あ腰から落ちた。のしのしと武藤のバックに回る天竜、どう料理してやろうか、下なめずりをしているんではありましょうか。あっこれは地味ながらも強烈な締め、ネックロックの体勢、フロントからのネックロック。さあ膝にも爆弾を抱え、一気に首にも爆弾を作ってしまおうという魂胆でありましょうか。天竜天竜は今宵公式戦の後4月2日は函館で太陽ケア、そして4月2日
ハインズとの一戦を残しておりますが、やはり菊池さん、ここで武藤に勝てば一気に優勝、まあ、決勝戦、準決勝進出は堅いですよね、そうですね、はい、チサムドーム、切符は手に入れてるということで間違いないでしょうね、はいはい、武藤も現在4点、ここで天竜を倒してその後の展開を楽にしたいところ、ダブルゼッチひどくなってましたね。そうですね。そしてこの裏 WAR スペシャルですか、これは、まあ、いわゆる羽織り固めですね、はいはい、一気に狙いを首に定めましたかね、天竜は。そうですね、怪我したのは左ですから、はい、この流血視界も奪われますし、口や鼻に入ると呼吸も困難になってきますからね、はいはい、あっと鋭角的なこの2位を落としていきます。流血によるスタミナのロスももちろんあるでしょうが、おっとこの隙を伺ってドロップスクリュー、的確であります。ジュニアス武藤敬司、ピンポイントで打ち込んでまいりました。低空ドロップキック、下ごしらえは十分か。そして隠し味ドラゴンスクリューでしっかり作っておいて、もう一射低空ドロー、天竜立ち上がる、あしかしそれをものともせずドラゴンスクリュー、さあメインディッシュはメインディッシュを拒否、グーパンチで拒否であります。天竜やはり何度となく激闘を繰り広げているこの両者、天竜完璧に読んでましたね、タイミングも測ってましたね、はい、この両者、この平成の時代において、そして新世紀を迎えても数々の名勝負を生み出してまいりました。押し数においては天竜の2勝1敗逆水平。菊池さん、この1敗っていうのは参加を取られた試合、ね、参加を取られた試合ですね。で、2勝の中には IWGP 王座を取った星が入ってるわけですよね、はい、あの天竜源氏堂がなだれ式フランケンシュタイナーを見せた試合ですよね、はいはいはい、いやもうビッグマッチばっかりですよね、はい、そしてバックドロップグロッキーが武藤敬司、さあこのまま武藤は終わるのか、ツーカウント、しかしボールを返すその姿も力がない。フィニッシュ宣言か。バックに回って何を見せるか。さあコーナー、ニュートラルコーナーに押し付けといて、ノリノリの天竜がここ一番で出す、あの技か、あの技か。さあスパイダージャーマン、そして腹筋の力で救ったの、そのままコーナー上段エルボードロップ、ダイビングエルボードロップ、天竜式。しかし一連のこの攻撃が武藤の魂に再び炎を燃やしたか、まるでその額に張り付いた流血が燃え上がる炎のように見える。しかしラリアット、さあアカデミーツーカウント、しかし菊池さん、はい、まあやはり流血でどうなるかと思いきや熱い攻防展開してますけども、この両名が武道館で三冠を争うわけですからね、はい、その前哨戦という意味もありますけど、はい、もう水を飛び越えて今日の試合もいい試合ですよね、さあもちろんこの両雄の間には三冠戦というものは視野に入っているでありましょうか。しかしもはやこのような熱戦になった今や、この2人の頭には三冠の文字はもはやないのかもしれません。今宵この新潟で行われている天竜と武藤の名勝数え歌、2人はまさに満喫するかのように没頭しているのでありましょうか。噛み締めろこの2人の戦い。そして今の武藤にとってはお宝物の技だ。さあ来るか来るか、シャイニングウィザード、まさに一瞬光が走った。先行の魔術、天竜の首をかっ切ったか。しか
しい放った武藤もグロッキー動けない。キメイヒットしてましたけど、さあ先に立ち上がるのはどちらか。もうカモカモカモ武藤が立った。武藤が立った武藤。さあシュミットシュミット式バックブリーカー、これはですか。これはムーサックの素敵だが、あーっとしかし天竜がパワーボム。天竜で一郎取れない、取れない、スリーカウントが取れない。さあしかし天竜もこの表情だ。いささか自分の勝利に疑問に思ってない。勝つのはこの俺だ。カーッと勢いを利用して、おーっと側頭部入りましたね。側面ですか。側頭部にクリーンヒット、こめかみをえぐってまいりました。武藤のこの大車輪キック、ああいう動きができるってことは武藤やっぱり天才ですよね。そうですよね。もうとっさのひらめきですからね、はい、そしてあの膝の状態でですよ、はい、さあ今度はゴツゴツしたお互いのタウネスを競う相手が、あ、この体勢はノーズ、本当ノーザンライト、これは逃れた。これ上に上がった瞬間武藤膝を当てましたね、はいはい、天竜の額に。そしてシャイニングウィザードは呼ばれていた。ガードガードラリアット、さあエビ固め2カウント。ちょっと天竜が攻めあぐれてきましたね。そうですね、これでもダメかという表情を一瞬浮かべましたね、はい、行こう。さあ武藤も驚異的な粘りを見せます。その粘りがシャーッ、しかしノーザンライトボム。最後はグサッときましたね。きましたね。そして角度がものすごい角度でしたね、はいはい、14分15秒天竜源一郎ノーザンライトボムからの片指固め。武藤圭司チャンピオンカーニバルの公式戦武藤圭司を破りました。これ菊池さん、はい、三冠戦において、はい、天竜大きなアドバンテージを得たんじゃないですか。そうですね、カーニバルでもこれでも優勝に近づきましたね。そうですね、武藤は決勝進出もちょっと危なくなってきました、ね、危なくなってきましたね、はい、しかしまあ一進一退でしたけども、はい、最後のあのノーザンライトはあれはぐさっともう喉から突き刺しましたから ねさすがの武藤もあれなら、あれは返せません。武藤もしてやられたという表情か。しぶとくしぶとく粘ってたんですけどね。そうですね、しかしその敗戦に肩を落とすことなくその姿を誇らしにこの会場、超満員の会場に見せつけます武藤圭司。気合がこもりますこの長井光也。さあ20分を経過しました。2位を見舞ってくるこのマイク・バートンですが、長井光也が完全に、これは先ほどからお伝えしているようにマイク・バートンのゴールデンレフト封じ。さあそしてマイク・バートンがリング内、長井光也がそれを捉えていって腕ひしぎ逆十字、腕ひしぎ逆十字に行きましたがどうか。思いっきり後方に沿ってくる長井光也、足をバタつかせるバートン、セカンドロープにエスケープ。しかし長井がまだやめません。
ここからペース的には大佐野さん長いどうですかね。そうですね、はい、いい形になりつつあるんでね、はい、ここで不用意な攻撃に出て反撃を許さないようにと言ってた矢先に足を取られてしまいましたね、はい、場外に持ってかれましたね、まあ、しかし20分をもう過ぎてますから、30分一方勝負これ PWF ルールですからね。そうですね、もしね時間切れになれば得点1点ということで1点ロス2回引き分けやれば1敗と同じになってしまうんでね。本当ですね、その辺も考えていかないと、はい、最終的には得点レースですからね、はい、さあですからこれ両者とも時間切れ引き分けは避けたいところ。さあマイクバートンがしかし2位に回れた。ゴールデンレフトに行こうと思ったところ、永井道也が2位を見舞ってまいりました。ここでもって永井道也時間切れ引き分けだけは避けたいところ、ショートでもってのエルボーを見舞ってまいりました。マイク・バートンにエルボー、そして永井がオープにバートンを振っておいた。ここでもってエルボーを見舞ってまいりました永井光也。動きはもちろん慎重だ。さあカウントはどうか。カウント2。永井も当然のこと長野さんやっぱり慎重になってきましたね。そうですね、逆片襟固め大きなバートンにここは通じるんでありましょうか。ここで逆片襟固めに行きました永井光也。反ります、後方に反りました。逆片襟固め、これぞまさしくエビ反りであります永井光也。サードロープにどくぐどうかいかない。ここは懐の深いマイク・バートン、リーチいっぱい伸ばしていってもダメです。マイク・バートン今やっとサードロープにエスケープ。滝のような汗を流しながら永井光也、さあここは勝利目指していくわけであります。バートンがサードロープ離しません。今離した。いやフォーレッグロックか、しかしバートンが臀部のあたりを蹴りました。これこういう表バートンの表情をご覧になりまして、大佐野さんどう感じになられます？そうですね、さっきまで自信に満ちた表情がね、はい、ここまで追い込まれる顔になるとはね、はい、結構苦しいと言いますか、バートンにしてみればじっくりじっくりいって、はい、仕留めようというのがね、うん、最後のそろそろ入ろうかなという時点で逆転されてしまったんで、ずいぶん狂ってるんじゃないですかね作戦がね。それと、まあ、私だけがそう思うんでしょうかね、これバートン今日ロープにエスケープするのが多いんですよね。そうですね、普段はバートンという選手はそんなにエスケープしないんですけれどもね。しかし今日、まあ、それだけやはり永井のこういったじりじりとした攻めに合っている、それがやはりダメージがあるということで、長野さんいいんでしょうかね。そうですね、はい、さあ今度はマイク・バートンの左の、しかし今度はローキックを狙ってくるが、フライングキックでもってマイク・バートンの左の太もも膝裏のあたりを蹴ってまいりました。これ永井光也です。場内からはマイク・バートンやら、さらには永井光也にこの仙台の熱心な全日本プロレスファンから声援が送られている。ローキック永井光也。さあローキックでいきました。場内からは意外にもバートンコールが少し起こったんですが、すぐに終わってしまいました。そしてエプロンからリング下、マイク・バートンがエプロンからリング下に転落して、25分ですね。ちょっとこれは長野さんな感じになってまいりましたね、ここはね、やっぱり長いね、もうバンバンラッシュかけていかないといけないんじゃないかなという気しますけどね、まあ、よく世界最強タッグ決定リーグ戦でもこの20分を過ぎるとちょっとファンの皆さんは時間切れ引き分けだけはならないよというね、そうですね、心の中かもしれませんけれども、オープンに振っていってどうするか、サイドバスターに行くのかマイク・バートン。さあ
まもなく26分を過ぎようというところであります。この公式リーグ戦は30分一本勝負、時間切れ引き分けになりますと双方に勝ち点が1となります。本当にここは長い見つらいというところですが、まあ、バートンもね、はい、攻め切らせないですよね、さすがにね、はい、カウント2です。今日はもうマイク・バートンゴールデンレフトからラストライドが思ったように出ません。長い道はハイパーに行く場に行くことがまだできない、時間がない。トップロープ最上段に登っていった、ここはレフトからダイビングエルボーだ、必死になって抑え込んでカウントは2、カウント2になっていったところ、さあ長井道也とマイク・バートン、時間切れ引き分けだけはお互いに避けたいところ、のど笛をかき切ってやるというマイク・バートンのジェスチャーでラストライドに決められるか、長井道也撃沈なるか、あと3分の勝負、さあ180秒の勝負になりました。ここでどうか、マイク・バートン今度はショルダースルー、長井が切り返しました。この時点ではラストライドは避けられました。長井光也呼吸を整えてロープを反動にしてくれたヒールキック、ちょうどねバートンがね、はい、焦り始めたんでね、これは長井にとって、ね、チャンス生まれるかもしれませんね。はい、片指型ですがカウント、カウントは2、返しました。長井そしてバートンも慎重に試合開始のゴングが鳴ってから試合を展開してまいりました。お互いに時間切れ引き分けのリングベル、ゴングベルを聞いてしまうのか、あと120秒だ、120秒でお互いが決着というものをつけられるかどうか。今のは体重の乗ったいい2位でしたよね。抑えなければいけない、長い抑えなければいけない、バートン大の字、ここでどうか、ウイニングチャンス、どうか、あカウント2、いや惜しいですねこれね、完全にウイニングチャンスを外してしまいました。さあ長井、もうここは攻めなければいけない、マイク・バートンに対して右で持って拳を使う、2を見舞ってくる、2を見舞った、もう一発2を見舞った、バートンがショートから来る、ショートレンジで来ていってボディを蹴りました。マイク・バートンが DDT、 強力な殺虫剤でもって虫を退治か、カウント2、60秒でどうか、マイク・バートンが青コーナーサイド登っていって、さあどうする、マイク・バートン呼吸を整える、マイク・バートンが飛んでって、ちょっと流れたか、抑えて、30秒になってラストライドか、さあマイク・バートンラストライドに決めてくるか、ラストライド、決まりません、長い粘る、もう時間がない、もう時間がない、もう時間がない、読み待った、スクラムボール豪華、時間ない、時間切れ引き分け、あまだバートいってますね。そうですね、現在7位が、6点ということで、残りの試合がですね、4月9日北見で、ジムスティール戦ということになります。さらにはマイク・バートンがこれでもって勝ち点が7になりまして、残りの試合が、函館では嵐、そして北見では小島ということになりました。
名物和田恭平コールが起こりまして、このレフリー和田恭平レフリーがこの一戦をさばきます。昨日の長岡市厚生会館大会でのリーグ戦、天竜と武藤の試合、武藤が大流血となりまして、天竜の垂直落下式ブレンバスタンが炸裂し、天竜は大勝、武藤は敗北を喫してしまいました。さあその武藤圭司、ご覧のように額痛々しい今バンテージ巻かれておりますけれども、さあ長野さん、はい、とにかくですね、先ほどもお話伺いましたが、本当に大流血戦となりまして、武藤圭司はよもやの大敗という結果になりました。そうですね、流血自体がね、武藤の流血なんていうのはもう、はい、いつ以来だろうかっていうぐらい珍しいものですからね、で加えて負けたっていうのはこれは大きいですよね。たびたびお話には出ておりますけれども、この武藤圭司、まあ、初戦ではドクタースティーブ・ウィリアムスに敗戦ということになりまして、まあ、その幸先としては良くないスタートを切ってしまいました。そして長岡大会は今お話の通り天竜源一郎に敗れました。さあこの武藤圭司、今日この太陽ケアに負けますと、武藤圭司完全にこのリーグ戦赤信号、そしてまた優勝戦線への道が閉ざされてしまうわけであります、この武藤圭司。一方の太陽ケア、さあこの武藤圭司を敗戦の道へと、ここは誘ってしまうんでありましょうか、太陽ケア。ケアは黒星がね、はい、まだないですからね、はい、本当ですね、ロトンドとね時間切れ一つあるのはちょっと誤算だったかもしれないですけども、このまんま行きますとね、本当に武藤を抜いていく可能性が高くなりますよね、まあ、ちなみにこの後のケアのリーグ戦なんですが、気仙沼大会ではスティーブ・ウィリアムス、さらには函館では天竜源一郎とぶつかります。ですからリーグ戦といたしましては残り2試合ということになりますね。一方武藤圭司なんですが、北見大会では荒谷信孝ということになります。さあですからもうまたびたびなんですが、本当に大沢さん、武藤圭司にしてみれば、今その頭上には黄色い信号が灯ってますから、これが完全に今日破れることになりますと赤信号になってしまう、だからまあ試合前本人にちょっと聞きましたらね、ちょっとコメントできないと春の祭典は、コメントのしようがないなというようなことをね、言ってましたね。でなんか緊張の、ね、糸がね切れちゃってるんじゃないかと。そうですか、あと疲れも出てきてると、やばいよこれというふうに自分でぼやいてました。武藤からそういうコメントが出るっていうのは、これ私が聞いた感じ初めての感じますね。いつも強気なんですけれどもね、このまんまズルズルいっちゃったら、はい、ちょっとなという。で今日もじゃあ相手は、まあ、パートナーのケアですよね、はい、どうですかって言ったら、やばいなと、余裕ないよと、ですからそうなると武藤圭司、完全にこれはもう気迫のこもっていた武藤圭司っていうのがちょっとこう反映してしまったという、そういう見方でいいんですかね。逆に武藤がこの試合に向かっての材料は、はい、そのケアが俺を潰しに来てくれればいいと、その殺気によって自分自身が興奮して高められれば、いけるんじゃないかと、はい、でもまあ珍しいコメントですよね。そうなってくると逆にケアにしてみれば、勝機が訪れるのはその今長野さんおっしゃったコメントの裏をついてきますね。そうですね、で対するケアの方はもう、はい、とにかく今の狙いは武藤さん小島さん、この2人を倒すことだと。ということは今日のこの試合にやっぱり欠けてるわけですね、だから昨日も話したんだけど、もう明日が待てないというふうにケアは言ってましたからね。そうですか、やはりその太陽ケアにしてみれば、
まあ、やはり武藤圭司という選手は太陽系は本当にこう自分がね、いわゆるこうレスラーとしてのこういわゆる教材っていうか、ね、そういうのがあったわけですからね。そうですね、で、まあ去年1年タッグ組んでましたよね、はい、それによって随分ケアは研究したと思うんですよ、武藤のことを、ここが素晴らしい、ここが弱点なんだ、はい、あともう本当に膝の怪我の状態とかそういうのも知ってますからね、で武藤は逆にそのケアによって助けられた面も大きかったわけですから、はい、それがこの一騎打ちでどうなるかですよね。そうですね、片腰から当たってくるさ、武藤圭司越えていってこれはどうか、うまく腰投げ、まあ、腰投げというよりはリストホイップか、この太陽ケアです。あ、武藤のこの速攻左から右、右から左、これかわしてますね。まあ、それこそ去年の1月28日東京ドームでしたっけか、はいはい、初めてこの2人顔を合わせましたね、まあ、武藤全日本プロレス初登場だったんですが、はい、その時にはその太陽ケアという存在を武藤知らなかったんでね、その前の年 WCW に行ってたじゃないですか、はいはい、だからなんで俺がわけのわかんない若手とやんなきゃいけないんだよって言ってたのが、いざやってみたら気に入ってしまったと、 あいつは本当の太陽になれる可能性がある。そこから全てが始まりましたよね。しかもバットの位置になりましたからね、さあその太陽ケア、まあ、太陽ケアにしてみればいわゆるその私なりの表現ですと師匠的存在の武藤圭司にですね、なんかその師匠に対する、まあ、恩返しですか、そんな感じでこれはこの武藤圭司の 胸を借りて思いっきり飛び込んでいっている、そんな感じで今現在も受けておりますね。そうですね、はい、まあ、あとはその武藤っていうのがね、本当に強烈な光を放つ人なんでね、はい、逆に今までケアの成長が見過ごされてた可能性があると思うんですよ。だからどの程度成長したのかね、あるいは超えたのか、それをこのシングルの対決で見てみたいですよね。そうですね、武藤圭司がここは逆水平、さらに太陽ケアがフライングメアに囚われてしまう武藤圭司が、これはエルボーを返しました。あ、読んでますよ ね、 やりましたね。今ドロップキックのタイミングも外しましたね、はい、腕を決めていってのカバー、これは太陽ケア、武藤圭司を動かさないようにしています。リングの中央でもってこれは固めてくる、フィックス状態か、この武藤圭司がこれは囚われの身になってしまうのか。太陽ケアが武藤圭司をここは腕を固めています。ここは腕決めに行って自らのちょっと乱れた呼吸も整えてくる、この太陽ケア、今度は腕を取っていって付け根のあたりに2位を見舞ってまいります。2位をあてがって、そして完全ここ武藤圭司の左のリストを取っています。この太陽ケア後方を反ってくる、気合が入ってくる、この太陽ケア、ご覧のように完全これは武藤圭司の左の付け根の腕の付け根のあたり、さらには顎のあたりです。こうなってくると武藤圭司全く動けない状態であります。小佐野さん、まあ、これはちょっと手厳しい戦法ですよ ね、 ですね。ただね、はい、まあ、こういうじっくりした攻防ですかね、グラウンドを含めまして、そういうの実は武藤大好きなんですよね。強いんですよ、だから、ここでケアが仕掛けてるというのは、はい、あえてその武藤の強いところに挑んでるんじゃないかなという気もするんですよね。逆にこれはその強いところに挑まれた方の武藤圭司の今のその心中っていうのがなかなかね。そうですね、まあ武藤のことだからちょっと勘弁してくれ、今俺調子悪いんだよって言ってるかもしれないですしね。はい、今日この宮城県スポーツセンターには午後4時30分小島さとしを引き連れて入ってまいりました武藤圭司。その後記者団に囲まれまして答えまして、そして控え室に入りまして、武藤圭司今日のこの試合のイメージトレーニングをしたわけであります。レフトから今度はヘッドロックの体勢であります、グランドの展開か武藤圭司。それにしましてもですね、長野さん、まあ、先ほどお話ありましたけれども、この額のこの、ね、テープ、本当に昨日の熱戦の後というものを物語っておりますね。ただね、はい、やっぱりその負けたんですけども、はい、その天竜源一郎という人間のね、はい、投手というのを改めて教えてもらったと。投手が自分の方が下回ったんじゃないかと、そんなことも言ってたんで、はい、ここからねうまく火がついてくれればね、また快進撃が見られるんじゃないかなという気もするんですけどね、はい、ここはカウントは1です。武藤圭司ちょっとこれ額のテープが剥がれそうでありますが、武藤圭司太陽ケア、
ここはもう太陽ケアにしてみればそんなに速攻でガチガチいかないで長期戦に少し行こうかなという。そうですね、でケアにしてみれば、はい、まあそれはね勝ちは欲しいでしょうけども、もうめったに武藤と戦うチャンスないんでね、じっくりと武藤というのを改めて感じたいんじゃないかなと、その上で勝ちたいという気持ちもあると思うんですよね。なるほどね、ですから、まあ、太陽系ファンの皆さんに申し訳ありませんけれども、その決して優勝というものは考えずにここはね武藤圭司に、真正面から飛び込んでいこうという。そうですね、そんなことを考えているのが太陽系ボディスラム。ハンドレスしていって武藤が見ていました。武藤が、まあ、ここは何かこう柔道っぽく引っ掛けるような感じでもってこの太陽系をなぎ倒すような格好になりました。この武藤圭司、武藤圭司がカッと目を見開いて、ここは自作状態。武藤圭司自作していった。さあ太陽ケア、旗がつけば当然これはカウントが入ります。相手のスタミナをならば奪っていこうという武藤圭司。やはり太陽ケアがスタミナを十分にして俺に飛び込んでくるんであれば、そのスタミナを逆にじわじわと奪い去ってから得意技に飛び込んでいこうという、そんなことでありましょうか。武藤圭司を見せられる。そして低空できた、先に行きましたね。ローキック。10分を経過しました。さあ太陽ケアも引いて行く。本当に大佐野さん、これ先に来ましたね。そうですね、あの武藤 その試合の組み立て方ですか、はい、そういったものももうケアは分かってますからね、でしかもそれが足攻めだったというのが今となっては武藤にとって皮肉ですよね。足のあらゆる攻め方をあのケアは武藤から学んでますからね。さあ武藤圭司、もともとこの武藤圭司膝のあたりが少しこの武藤圭司ダメージがあるんですが、そこを当然のことだ。竜巻が待っていったところ、太陽ケア、おっと出ましたね、ポーズもね。完全に武藤圭司を罵るかのごとくこの太陽ケア、ポーズを作っていって、全国で武藤圭司の左の膝狙いですね。そうですね、もう勝負は勝負ですからね。はい、そしてフィギュア4レッグロック、足音の字がリングのほぼ中央でもって4という文字を書いてしまいました。書かされたのは武藤圭司、書いたのは太陽ケア。ここでもって武藤圭司、これ武藤本来ですとこれ両手をバタバタさせて、あの反転するかエスケープするかなんですね、そのまだ段階というところまでには至っておりません、この武藤圭司。逆にね、あの、はい、結構深くね、あのケアの右足が入ってるんで、あのもう一回すると激痛が走るんじゃないですかね。あ、はいはいはい、これは太陽ケアにしてみれば武藤圭司に絶対に右反転させたくないところ、それを太陽ケアががっちり決まっています。本当にね、はい、去年の1月の時の初対決では、どんなにケアが攻め込んでても、はい、あの武藤が試合をコントロールしているように見えたんですが、あの今はもう完全にケアのペースに入ってますね。本当ですね、こんなにも敵のペースにはまる武藤圭司を見たのは久方ぶり。久方ぶりってこれ初めてかもしれませんね。そうですね、全然顔だな裏膝、今も読んでましたもんね、まだ裏膝十字までには行っておりません。これが昨日の長岡大会天竜から受けて、そして大出血をしてしまった額、裏膝十字固めに太陽ケアが相手を捉えたいところでありますが、武藤圭司なかなかロープサイド向こう側にはエスケープできま、武藤圭司、いや昨日の傷深かったですねこれね。あのバンテージを剥がすだけでもうくっついてないから血が出ちゃうんですね。あ、なるほどね、よし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 、ここはエスケープはできません。武藤圭司つらい、1メートル2メートルと
ちょっと向こう側、青コーナーとニュートラルコーナーでスケープできるか、いいスケープしました。完全という言葉はまだ使いたくはないんですが、長谷さん、やっぱりこれ太陽ケアのペースになりつつありますかね。そうですね、プラスしてね、はい、ケアのファイトぶりは実に堂々としてますね。はい、もうこれはトップ同士の戦いですね。やはり太陽ケアじわりじわりと出てまいりました。低空で持ってくる、あーと武藤圭司、さあ日の当たりからここは出血、そしてドラゴンスプリット。武藤圭司が完全にここ後手に回っている。そしてまたフィギュアフォーレッグロック、4という字書かれる。さあ武藤圭司がこんなにも断末魔に近いものをあげた武藤を見るのは初めてかもしれません。普段ですと武藤が速攻速攻でもってペースを作って、そして最後はシャイニングウィザードで相手を捉えるというそんな試合展開なんですが、今日は武藤圭司崖っぷち寸前まで追いやられている、そんなような気がします。まあ、あとはね、はい、ケアがね、攻めが単調にならないようにね、注意していかないといけないですね。どうしても同じパターンになってくると同じ技の繰り返しになるんで、はい、そこは武藤を見逃さないと思いますよ。ここからどういうふうにまた違う攻めに持っていくかですね、はい、ケアはね。SKできない、左の手がサードロープに行こうと思ったんですが、さあ武藤圭司ここで持ってサードロープエスケープ。依然としまして武藤圭司には辛い状況下に追いやられているわけであります。太陽ケアはじわりじわり来て、そして武藤圭司にとどめを刺してやるぞという、そんな今心境で武藤に一つ一つの技を放つ。おっとワンハンドで持ってくるか、武藤圭司にワンハンドで持ってくるこの太陽ケア。低空で来る、今日はこの太陽ケアの動きというものは本当に長野さん警戒ですね。そうですね、今みたいに例えば2クラッシャーからの、はい、寝てる武藤にドロップキックとかね、はい、そういうふうにいろいろねバリエーションを変えてね攻めていった方がいいですね。あ、なるほど。そしてもう一回、おっと、あ、2発目はやっぱりかわされますよね。膝が入りましたね武藤のね。はい、今度は武藤圭司、形勢が覆されるのか。こちらは太陽ケア、いいクラッシャーで行ったんですが、しかしダメ。今度も低空で来る、そしてスクリュー、これが元祖、俺の攻めだぞと言わんばかりに武藤圭司の技、今度は太陽ケアが食らってしまいました。さあ長野さん、これ、はい、覆りましたね。そうですね、2クラッシャーからの攻めいつかんですけど、もう一回同じパターンで行こうとしたじゃないですか、はい、もうそこは武藤を見逃さないですよね、絶対に敗戦のリングベルだけは絶対に聞いてたまるかとばかりに天才武藤圭司、今その若い力でもって太陽ケアが胸元のあたりに飛び込んでくるわけであります。それをフィギュアフォーレッグロック、逆に先ほど書かれた4という文字を今度は武藤圭司が書いているわけであります。太陽ケアが今度は逆にサードロープにエスケープしたいところでありますが、まだ届かない、まだ届かない、太陽ケア、まだぐっと中央に引っ張り込んでいきました武藤圭司。いや、これでね、武藤はね、攻めると同時にね、自分の呼吸も整えられますからね、これをなんとかケアがクリアした後がまたどうなるかですね、展開がね。そうですね、太陽ケア2枚スケート、武藤圭司が、あ、でも武藤も痛そうですね、膝ね、苦悶の表情ですね。低空で来る武藤圭司、低空には低空か、低空の蹴り合戦となりました。今度は太陽ケア、武
武藤が低空の蹴り、そしてカット見開いた。さあトップローブに乗っていった武藤圭司が飛んでいった、ミサイルキック。武藤圭司、ああ額の出血の方 もう止まったようですね。そうですね、とにかくここはスローテンポで持っての試合展開になりました。そして今度ニュートラルコーナーにレフトからショルダープッシュは、この武藤圭司もう一発いきました。武藤のショルダープッシュから太陽ケアが今トップコーナーニュートラルコーナーに乗せられる。ここでもって武藤圭司、ああしかし、あこれはここからのドラゴンスクリューですか、ね、しかしこれは下げましたドラゴンスクリュー。武藤圭司が今あの技が決まっていたら武藤には完全にこれウィニングチャンスというものが近くなってまいりましたね。トップロープ持っていったフェイク、はい、しかしね、あの武藤のねやっぱりこの低空ドロップキックはね、コントロールがすごくいいですよね。的確に当たってますね、しかも同じ場所に、まあよくあのアーチェリーの選手がですね、あの的に全神経を集中させて、そこに打ち込んでいくというねことが見られますけれども、まさしくそれはもう武藤圭司が今そのそうですね、あのどの位置からでも決められるんですね、はい、この辺で、ね、ちょっとあの勉強していかなきゃいけないとかもしれないですよね。まあ、しかし本当にその攻守攻防というんですか、変わり激しいですね。そうですね、ここからやっぱり今度ねケアが頑張らなきゃいけないところですね、はい、一進一退のこのリーグ戦30分一本勝負、武藤圭司対太陽ケアの一戦はすでにもう20分を経過しています。これはあの、先ほどのリーグ戦何回のバートン戦もそうだったんですが、もし時間切れ引き分けということになりますと、これ長野さん、そうですね、時間切れ引き分けになりますと、それでも、まず武藤の方は脱落の方が可能性高くなってくると思うんですよね。そうですか、あの残りこれ終わったらあと1試合ですからね、公式戦はね、そして今度は太陽系が武藤取れた、これ武藤カウントどうか、ダウンパトゥーカウント、まあ、時間切れ引き分けになってしまいますと、武藤がその時点で勝ち点が5、太陽ケアが6、ちょっと両者とも厳しいかなという、ね、ただ、ケアの場合は反応的にいけば1敗と同じで、はい、武藤の場合はここで引き分けたらあの2敗1分けというロスがあるんでね、はい、全然違ってきますよね、はい、さあそして太陽ケア、ケアが動き始めましたね。スイングして DDT からカウント、カウントは2です。とにかく全日本マットというものは長期戦が強いられるマット、まさしくその王者の道、王道を極めた者に栄光の二文字が与えられる。ジャーマンでどうか、カウントは2カウント。さあケア勝負に出てますね。そうですね、苦しいぞ太陽ケア、思いっきり有酸素を吸い込んで、そして目の前の師匠的存在武藤圭司をホールすることができるか、シャイニングザイヤーブロック、ブロック、ブロック、ブロックしましたね。あっと今度は武藤ブロック、シャイニングザイヤー、いやー首がもげるかのような一発、しかし返しましたね。太陽ケアもシャイニングウィザード合戦が見られました。さあどうか、いや本当にこれはすごい展開になってきましたね、はい、いやもう本当合わせ鏡の戦いっていうのはこういうのを言うんですかね。そうですね、武藤が行けば太陽ケアも行く、太陽ケアも行けば武藤も行くぞという、そんな試合展開、リーグ戦は30分一本勝負、しかし20分を過ぎているところ、やがてリングアナウンサーから25分経過というアナウンスが聞かれるのか。太陽ケアがここでもって押
ワイヤースマッシャーに来るか。フェイク、シャイニングミラーだ。ツーカウント。ああ、ツーですね。はい、もう一発でシャイニングミラーだ。武藤圭司、シャイニングウィザードでもって太陽ケアを東の空から西の空へと沈めました。正式タイム24分4秒、武藤圭司が太陽ケアを破りました。さあこの瞬間勝ち点が6となりました。武藤圭司、大沢さん、はい、武藤圭司がこれで勝ち点が6になりましたけど、そうですね、はい、まあ、しかし今日はあの、はい、大勝ではなく新勝でしたよね。そうですね、ただね、このケアの頑張りを受けてね、はい、あの武藤、その緊張の糸はつながったんじゃないですかね。あ、そうですね、うかうかしてられませんよこれは。しかしあの敗れはしたものの、太陽ケアに言う言葉っていうのは惜敗だったし、そしてまた師匠にいいファイトを見せましたよね。いや、あの今日の太陽ケア素晴らしかったですね、はい、やはりあのすごく成長していることを改めて、ね、見せてもらって嬉しいですよね。本当ですよね。さあもう一度お伝えしましょう。正式タイムは24分4秒、武藤圭司がシャイニングウィザードで太陽ケアを破りました。まあ、太陽ケアが得意技のあのハワイアンスマッシャーに行くところ、あそこで太陽ケアが一瞬息をついて、そこでもってうまく武藤が切り返したという。そうですね、あの武藤にしてもケアのいいところ悪いところを知ってるということですよね。そうですね、A ブロックの一戦、ここは投げっぱなし、パワーボムに捉えてくる。トップロープ最上段、嵐が登っていってフロッグスプラッシュ。安城まともに受けました。さあ嵐がここすぐには抑えに行けません。さあ安城も逃れたですが、しかしうつ伏せ状態。宮城県の気仙沼市総合体育館のリング上、 A ブロックの公式リーグ戦、フロッグスプラッシュをかわしたトラースキックからボディーブロー打ち下ろしてまいりました。この安城陽次、安城ローキック、青コーナーサイド、なおも打ち下ろしてまいりました。ブロッグスプラッシュ、これはかなり効いたようであります。走っていった、低空で来た内股のあたりを、ここは突っ込んでまいりました。低空の蹴り、安城陽次、さらにはロープを利していって、ここで2パット、もう一発来るか、思いっきりかち上げた、アッパーで来る、足を踏みつけてまいりました。安城陽次、リングの中央でもって今日は決めるか、グランドクロス200、ギブアップ。安城陽次グランドクロス200で嵐を破りまして、勝ち点が3、嵐は勝ち点が2であります。まもなくゴングが鳴ります。スタートしました。 B ブロックの公式リーグ戦、天竜源一郎対ジョージ・ハインツの一戦です。赤コーナーに組み合ってくるがどうか、早くもグーパンチでいくのか天竜源一郎。ここはレフリーがブレークを命じます。ペアに分かれました。さてこの試合の解説は週刊ゴング企画部長の清水勤さんにお願いしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況アナウンサー私松崎敏夫でお伝えをしてまいります。昨日の宮城県スポーツセンター大会では
この両者は6人タッグマッチでセミファイナルぶつかっています。ジョージハインズ、ジムスティール、小島さとし組対荒谷信孝、嵐天竜源一郎組でぶつかりました。その試合も天竜とジョージハインズ6人タッグではありますが、ものすごい火花を散らしておりました。結局嵐がフロッグスプラッシュでジョージハインズを捉えまして、荒谷、嵐、天竜、源一郎組が勝利を手中にしたわけなんですが、今日の公式リーグ戦はどうか。ロープに振っていって二段蹴り、天竜ドシンと倒れました。抑え込んでいった。さあどうか、すくい上げてカウント2です。清水さん、はい、天竜も、いや石川大会では荒谷が序盤戦ラフに来た、しかし最後はビシッと垂直落下で決めましたね。そうですね、まあ順調にもう勝ち星を重ねて、もうこれで4連勝ですか、はい、ほぼもう B ブロックの、1位、2位までの権利は取りましたよね、はい、ということもあるんですが、ちょっと気がかりなのは、岡山大会でのウィリアムズ戦での独自でですね、はい、これがまた問題になってまして、さらにグーパンチも含めてですね、まだレフリーとの確執っていうのがね、まだ前のシリーズ含めて、表面化してきてしまったということで厳重注意ということなんですよね。ただこの日のこのレフリー、はい、ウォーリー山口に変わってます。はい、はい、やっぱりそういったことがあるんでしょうかね。まあ天竜選手はもう小賢しいというふうに言ってましたけどね、昨日の宮城県スポーツセンター大会セミファイナルを終えまして、控え室付近でだいぶ天竜と和田レフリーが揉めておりました。さあジョージハインズがショルダースルーから二段蹴り、これは天竜ブロック、ラリアット押さえてツーカウント、カウント2で返しました。天竜源一郎がジョージハインズを捉えてくるんでありましょうか。まあ天竜選手曰く、はい、天竜源一郎には毒斬りもグッパンチも、つきものなんだと言ってましたけどね。垂直落下、抑えてカウントはどうか、スリーカウント、天竜源一郎ジョージハインズを破りました。勝ち点をさらに重ねて、この段階で天竜が勝ち点が10点、そしてハインズが2点ということになりました。天竜が B ブロック1位で決勝トーナメント進出決定となりました。そしてこれから意気揚々と控え室へ引き上げようという天竜、もうこれは手を掲げるのを拒否しました。レフリーを突き放していって、天竜が、そしてウォーリー山口が発奮したかのように後方から、おーっと毒斬り噴霧、レフリーをも毒斬りが襲ってしまいました。目に入りました。そうですね、天竜勝ち点10点で控え室に引き上げていきます。B ブロックの公式リーグ戦、ゴング鳴ってスタートしました。太陽ケアとスティーブ・ウィリアムスの一戦です。早くも場内はケアに声をかけています。これにはスティーブ・ウィリアムスなんだというそんな表情でありましょうか。解説週刊ゴング企画部長の清水勉さん、実況私松崎敏夫です。清水さん、はい、太陽ケアは昨日の宮城県スポーツセンター大会のリーグ戦、武藤圭司と序盤戦は互角に戦っていましたが、しかし最後はシャーニングウィザードを食らってしまいましたね。そうですね、まあケアはここまで2勝1敗1分けの5点ですか、はい、一方の、まあ、ウィリアムスが2勝1敗の4点と、はい、この2人がですね、本当に最後の一議席を取るか取らないかと思うんですか、この一戦にかなりかかってきている部分ってありますね。そうですね、綺麗に今フライングキックが決まったところでありますが、スティーブ・ウィリアムスはエプロンから本部席の前、これは太陽ケアを追ってくるか、太陽ケアが追いかけるような感じ、突っ込んでいった。
ここはエルボーを見舞いました。まあ、B ブロックでは天竜選手が1位でもすでに通過しているということは、2位が誰になるかということですよね。そうですね。でスティーブ・ウィリアムスとこの太陽ケアと、はい、それから武藤選手がこの1議席を、争うことになるわけですけども、武藤選手はもう2敗してるんで、はい、あのかなり基本的なところはありますね。はい、逆に、このウィリアムスも2敗してるんですけどまだチャンスはあると、一番有利なのはこのケアにはなるんですが、必ずしもこれが有利だとは言い切れない部分やっぱりあると思いますね。そうですね。そういった面でも清水さん、そろそろもうこのチャンピオンカーニバルも後半戦に差し掛かってきたんで、優勝戦線も絞られつつあるんじゃないですか。そうですね。非常にやっぱり1点1点ですか、もう2点取ってしまえば、直接勝ってしまえば、直接対決で勝ってしまえば、それに越したことないんですけどね。はい、危ないスティーブ・ウィリアムス、リングアナウンサーのいる本部席にここはなだれ込んでまいりました。フェンスを引っ張り上げて太陽ケアがスティーブ・ウィリアムスをどのように捉えてくるのか。ああフェンスの外に出ますね。出ました。あっとここ本部席にスタンガン気味に狙ってまいりました。このスティーブ・ウィリアムス、リングサイドのファンの皆さんも少し身を後方に引いています。ナックルを見舞うこのスティーブ・ウィリアムス。スティーブ・ウィリアムスがナックルを見舞えば太陽ケア、フェンスの中に入れられる。そしてエプロンに今送り込まれてしまいました。後方から追ってくるスティーブ・ウィリアムスはすくい上げの片指型でカウントが入ってって、カウントは2カウント。やはり清水さん、スティーブ・ウィリアムスにしてみれば今年も優勝戦線、その優勝の2文字が入るかな入らないかなというそんな思いでしょうかね。そうですね。去年のこの2人の対決が、ケアが公式戦で勝ってるわけなんですよね。それでウィリアムスがまさかの、敗北を喫した、はい、あれからウィリアムスがですね、はい、こう一気に突き落としてしまって、チャンピオンカーニバル、もう優勝の目を全くなくしてしまったわけですよね。で逆に言うとあの試合で太陽ケアというのは、まあ、フロックとも言われたんですが、この、超一流外国人選手ウィリアムスを破ったというこの実績が大きく評価されて、どん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 こう成長していったっていう、まあ、出世試合でもあったわけですね。はい、今年はどう出ますかね。そうですね、やはり1年も経過しているんで、去年よりもより以上パワーアップしたことは間違いないですからね。まあ、それは間違いないですね。ですからスティーブ・ウィリアムス、太陽ケアともに去年とは手応えは違うはずです。追ってくるのかスティーブ・ウィリアムス。リングサイドから椅子を奪いましたスティーブ・ウィリアムスが、ああこれは太陽ケアの膝ですね。お皿の上の部分を椅子で持ってついてまいりました。今度は思いっきり椅子を当てがってまいりました。このスティーブ・ウィリアムス、ぶつけてくるスティーブ・ウィリアムス、苦悶の表情は太陽ケア。その太陽ケアのタイツを掴んだんですが、そして足を折るんでありましょうか。足折りの状態、テコの原理でもって太陽ケアの足を思いっきり左の足首、そして右の膝、ふくらはぎのあたりに痛み走らせる太陽ケアであります。ぐいっと引っ張り込んで、今度は股間でしょう。ちょうど太陽ケアの股間に鉄柱が挟まるような感じ。太陽ケア必死に逃れていますが足を引っ張り込んでいます。こういうラグになるのもスティーブ、これ珍しいですね。そうですね。まあかなりもうケアの動きっていうんですかね、はい、やっぱり若さとか勢いっていうのを警戒してのことだと思うんですけどね。ハイキック、太陽ケア足を引きずりながらのハイキック、おっと右のフック、スティーブ・ウィリアムスの右のフックが出たところ、ここで太陽ケアの髪を掴んでショートで持ってエルボー2発、3発に待っていったところ、さワンハンドで持ってくるか。スティーブ・ウィリアムス、
完全に左の膝下のあたりを狙っています。太陽ケアです。少し息を整えてくるこのスティーブ・ウィリアムスに対して、こう太陽ケア、つま先でトーキック、溝落ちのあたりか、蹴り上げてまいりました。ちょっと痛そうですね、左手。ハイキックから来る、本来ならばハイキックを出せばローキックすぐ行くんですがね、なかなかそういうペースを作れない。それもそのはず、スティーブ・ウィリアムスが完全に太陽ケアの左の膝下を狙っています。おっと、急所打ち。スティーブ珍しいですね。そうですね、急所を狙ってくる、先ほどは股間を赤い鉄柱に挟みつける、さらには急所を今打ち上げる、下半身に完全に的絞ってくるこのスティーブ・ウィリアムス。なおもワンハンドで持ってきますが、それをスイングして DDT にスイッチしてまいります。太陽ケアです。富山でロトンドと、ケアが戦った、はい、引き分け試合があるじゃないですか。はい、ありました。ロトンドから随分ケアの情報を入れてるみたいで、ケアにはこういう風な、試合をした方がいいよという風に、おそらく情報、作戦を二人で立てたんでしょうね。そのロトンド情報をしっかりと頭の中に叩き込んで、自分のやりやすいようなペースを作りつつあります。一本背負いからスティーブ・ウィリアムス、思いっきり一本背負い、太陽ケアに投げ技を放っておいてボディを蹴りました。今日はスティーブがこの体勢を作って、いや、ウラカンラナに切り替える、抑え込んでカウントが入ってって、どうだ、カウント、2カウント。去年も丸め技で勝ってるんですよ。はい、はい、そういう意味で今日 はですね、はい、何が何でも自分の得意技で勝ってほしいなっていうのもありますね、部屋にはね。そこが1年間の進歩 の, このバロメーターに入るのを私はしたいなと思ってるんですけどね。あ、そうですか。下からしゃくってくるようなドラゴンスクリューからは太陽ケア、相手を見据えて、向こう側ロープ飛んでくるか、太陽ケア飛んできておいた、一発ここ右エルボーで持ってくる太陽ケアでありますが、左からヘッドロック、しかし捉えられるか、後方くるっと回り込んでくる、今危なかったですね、バックドロップになっちゃった。シャイニングウィザード、太陽ケアのシャイニングウィザードを食らった、この体勢からほぼキャンバス中央と思ってハワイアンスマッシャー、ケアが抑え込んでくるな、どうか、スティーブは返した、2カウント返しました、足をやったり振ってシャイニングウィザード、頭を真っ二つに切るようなシャイニングウィザードで3カウント、太陽ケアがスティーブ・ウィリアムスを仕留めました。勝ち点が7点、スティーブ・ウィリアムスは勝ち点が4点です。2発シャイニングウィザードを放ちました。この試合ご覧になって清水さん、いかがですか。そうですね、これでまずウィリアムスは脱落ということですね。はい、気になるのは膝をやってしまったね、この、太陽の膝がね、残りあと天竜戦なんですけど、どう響くかということですね。そうですよね、だいぶ今日は下半身攻められてしまいました太陽ケア、果たして優勝戦線まで上り詰められるんでありましょうか、太陽ケア。スティーブが昨日の鬱憤話か、 B ブロック荒谷信隆、後方回ったんですがどうか、同締めスリーパーまで切り替えることができるか、荒谷信隆、しかしトップコーナーで額、いや顔面強打されてしまいました。八戸市体育館満員でありますが、ファンが見つめる中、スティーブ・ウィリアムス後方からじっとその戦況を前傾姿勢で伺うが、荒谷がまた左の遠い腕折りしていってのチョークスリーパーに来る、キャンバス中央で入ったかどうか荒谷信隆、スティ
スティーブ・ウィリアムス、遠い荒谷の腕からどのようにしてこの窮地から免れるんでありましょうか。スティーブの目がちょっとうつろになる、スティーブの目がうつろになる、レフリーが確認しに行く。スティーブ大丈夫です、パワー温存しておりますスティーブ・ウィリアムス。昨日は太陽ケアに敗れました。2月もシャーリングウィザードを食らってしまいました。その鬱憤晴らしか荒谷信孝にロープの反動だ。しかしまた捕まったが殺人バックドロップ、抑え込んで片襟型で思いっきりめくり上げていってスリーカウント、スティーブ・ウィリアムスが荒谷信孝を破りました。荒谷0点、ウィリアムスは勝ち点が6点です。今日もこのポーズを決めています安城洋次、小島さとし八戸に見参。この一戦を早速実況でお伝えをしてまいります。放送席の解説、週刊ゴング企画部長の清水勉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況松崎敏夫です。どうになりました、小島聡、大躍進を成し遂げています。安城洋次、蹴り技で来る、ユースタイルで来る、ユナイタの当たり、逆水平、逆水平、小島聡が逆水平、安城がこれは免れる。スッと今右の方向からその小島の逆水平の嵐を防いでまいりました。安城洋次、低い姿勢から足を取ります。安城とそして小島聡、小島聡がブレンバスターに捉えられる寸前か。しかし安城洋次がおーっと脇のためで来るか、うまく小島を捉えて2を奪ってまいりました。リーグ戦では清水さん、小島と安城というのはもちろんこれ初の合わせなんですけれどもね。そうですね、顔初側と6年前にですね、リーグ戦はそうなんですけども、6年前の、96年の、仙台大会、2月の9日の仙台大会、新日本プロレスでしたね、IWGP タッグ王座挑戦者決定リーグ戦、はい、ここで、この2人が、一度ぶつかってるんですけども、もうその時からかなり状況は変わってまして、もう小島はバリバリのベイメーターですね、はい、そして安城もこのブルーのマット、王道マットに上がりまして、もうより以上に戦歴を積んできてますからね。そうですね、はい、そういう意味でこの2人の試合は本当ようとようの戦いって感じがしますね。藤間が赤コーナーから安城をここ引っ張り込んできてブレンバスターに捉えてくるんですが、安城洋次腰を落とします。安城が腰を落としてロープの中間地点、ここでどうする、逆に藤間をロープを越してエプロンに今にも落としてしまおうという、そんな安城洋次でありましょうか。今度は安城が体勢入れ替わりました。小島がエプロンから出されてしまう、そんな感じ。小島が危ないぞ、安城、小島がしかしセカンドロープを握っています。握っていてリングの中央にじわじわと寄ってくる。さあ小島が持ち上げられる、ブレンバスター、安城洋次が今ちょっとこれ清水さん、はい、エプロンにどちらともですね、はい、放り出してしまおうという策に出てましたけれども、そうですね、あの安城選手はね、今日はものすごい気入ってますね、はい、今までの公式戦とはちょっともう違うぐらいの別人ぐらいな気合の入り方ですね、はい、前日の嵐戦でやっと、おっと相手のこれはお得意のセリフをフィストドロップ、行っちゃうぞと発した技がフィストドロップでした安城洋次。このあたりはね本当にね、
怖いですね、相手をあの食ったところはね、まあ、昨日の試合でやっと、一勝を挙げられたということでね、はい、波に乗ってますよね、安藤選手ね、ちょっと今角度が危なかった、バックドロップで抑え込んでいった、はい、さあカウントが入ってくるぞ、カウントは2カウント、安藤陽次、何か流れ的にはこれ安城の流れなんですかね、清水さん。そうですね、やっぱり自然にこう安城ペースに、まあ、どの試合もそうなんですけども乗せてしまうというのはね、はい、安城の本当にうまさとかね、まあ出てくるこうにじみ出てくる性格というのもあると思うんですけどね、はい、小島が入れ替わって逆水平、ショートで持っての逆水平は小島聡、安城はニュートラルコーナーから反対側送り込まれる、小島が走っていっている、もさあ小島、これが本家本元いっちゃうぞ、小島がいってしまう、抑え込んで2カウント、この言葉が出れば完全に小島のペースというものが作られました、安城からペースを奪い取った小島聡はここでもってどうする、安城は大の字から今起き上がってまいりました、小島聡をボディーブローから裏剣、今の当たりは清水さんどうですか、かなり深いバックブロー入りますね、はい、こういう技は本当に非常に警戒しなくちゃならないですね、一発ありますから、はい、さらにあのグランドクロスのような、関節技もありますし、ハイキック、安城陽次もう一発ハイキック2発目、そして構えていって足を取られるドラゴンスクリューは小島聡、小島聡のドラゴンスクリューに捉えられてしまった安城陽次、2発の蹴り技は良かったんですが3発目ミドルキック耳は取られてしまいました、低空で来る小島聡、安城の足技を防ごうというそんな風にしたんでしょうか、小島聡です、棒を蹴ってもう一回来るか、ドラゴンスクリュー下から思いっきりすくい上げてしゃくるようなドラゴンスクリューです、小島のこの襟が出れば大丈夫か、抑え込んでいってカウントが入ってきて、おやおカウント2、小島聡が徐々に勝ち点を増やすべく、おおトラースキック突っ込んでいったところ、トラースキックこれはダメージ的、清水さんかなり食らいましたね、そうですね、まあ、ここからが本当の勝負って感じですね、バックに回った、投げっぱなしジャーマンに捉えてくるか、エルボーで切った、小島さんどうする、ロープに飛んでいったが捕まってしまった、スリーパワーに捕まってしまいました小島聡、あの長い戦でも見たようにですね、安城選手は優出身の割にはカウント3技ですか、丸め技うまいですからね、はい、この辺りをあの小島選手も警戒しないと危ないですね、はい、連続ジャーマンに来て肩入り固めなんですが、カウントは2カウント、カウント2になりました、八戸市体育館です、今日のチャンピオンカーニバルは決戦の地をこの青森八戸に移しました、さあ小島と安城、ハイキック空振り、空を切りました、空を切ってキャンバスほぼ中央、小島勝った、安城にザクッと決まってしまったのか小島勝った、すぐには抑え込めず小島、ダメージがあったのか、勝てば A ブロック決勝進出、まあ、一番の決定ですからね、そうですね、はい、
今やっと起き上がりました小島さとし。右手拳を作りながら起き上がる小島さとし。後方回ったんですがネックブリーカー小島さとし。行動マットで浴び出した技で取るか。カウントは2カウント。カウント2で持って跳ね返した感情用事。小島が起き上がる前にこれ高野一発蹴り技。安城がかかと蹴りを見せたところでもってリングの中央小島さとし。ファルコンアロー片襟固めどうでしょうか。カウントは2カウント。土木でやってるからミシノフドライブは2かもしれないですね。そうです、はい、青森県八戸市ですから。そうですね。小島さとし、なかなか大技に行くんですが今一つ安城を抑えられないのか。ご覧のようにサポーター外しました。真正面から来るか。小島さとしキック突っ込んでいったところ、今度安城が狙ってくるか。2パット、安城が抑え込むのか。グランドクロス200を狙ってくる。ここで持って入ってしまうのか。グランドクロス200に捉えられる小島さとし。さあここはなんとか免れないところ。安城洋次力を入れてくる。安城洋次がリングのほぼ中央で持って小島を決めてくる。本来ならばあのサポーターを外していったところで小島ラリアットが炸裂するんでありますが、それを安城洋次が突っ込んでいったところを蹴り技で持って返して、ご覧のように今グランドクロス200きれいに決まっています。小島にしてみればちょっとこれはいいですね。でもちょっと入りが浅いですかね。はい、なかなか決勝に進出一番乗りというそのチケット、清水さん手にするの難しいですね。それをさせないもう安藤本当に汚しいぐらいな、ね、あのインサイドワークですね。はい、ここはローパンチできる安藤洋次。飛びついていった。さあグランドクロス200が決まるか。いいですね。先ほどは 150%、 これで 200% になればグランドクロス200になります。小島はうつ伏せになると苦しい。小島がうつ伏せになった。安城行事ぐるぐる回っていってサードロープが近くなってくる。サードロープエスケープ。チャンス到来かと思ったんですが、そのチャンスがまた遠くなってしまったのか。小島さとし突き上げるようなアッパーです。大通りしてラリアットを勝ち上げた。アッパー200に来る、飛び込んできたところ小島ラリアットでもって安城を後方に吹っ飛ばしました。抑え込めるか。小島が息整えて天を仰いで、さあゴーグル反動にして後頭部にラリアット。前方から来るぞ。剛腕継承ラリアット。抑え込んでいってスリーカウント。小島10点、安城は3点ということになりました。さあ清水さん振り返ってください。そうですね、前日にですね天竜選手が、ね、5戦全勝、はい、それに、負けず小島選手も5戦全勝ということで、ぴったりくっついてきましたね。そうですね、一瞬チャンスができた。そしてそのチャンスが遠くになってしまった。しかし両手で持ってまたグイッとそのチャンスを引っ張り込んできて小島さとし勝ち点10点で控え室に戻ります。参ったよ。さすがだ。あ、さすがミスター 200%。 ただ、
俺のハートは 1000% 誰も叶うものいない。俺の熱いハートは 1000% だ。安城さん200で俺は1000だ。絶対に負けない。カードさんがいないシリーズだから、カードさんがいないシリーズだからこそもっと面白くしたい。カードさんがいないから A ブロックつまんない。冗談じゃねえ。絶対そんなことさせないから。あと1試合全勝目指して。バートン、小坂シーテなんか使わなくたっていい。全勝優勝最初から目標にしたんだ。俺で面白くなってきましたよ。